こんにちは。僕はですね、中国北京首都空港第3ターミナルに来ております。今ですね、大阪関西空港からエアチャイナ中国国際航空のフライトで到着したんですが、今回目的地は中国ではありません。今からですね、長距離線を利用いたしまして、ヨーロッパスペインのマドリッドに向かいます。スペインのマドリッド久しぶりに行きますね。コロナ禍後初海外がスペインだったんですけども、その時に行った以来、2021年以来なんで約2年ぶりにね、今からマドリッドに向かいます。で、今17時19分なんですけども、本日のフライトが深夜ですね。どこにある、マドリッド、ありました。あそこの画面ちょうど真ん中の下の段ですね。1時55分発の CA907 便のマドリッド行き、こちらを使いまして約12時間スペインのマドリッドまで向かいます。で、今ね、第3ターミナルにいるんですけども、国際線のフライトそんなに多くないんですよね。この空港めちゃくちゃでかいんだけども、フライト数めちゃくちゃあるってわけではないです。やっぱ北京ね、大興空港っていう新しい空港ができてるんで、そっちの方に移管もしてるのかな。見た感じ意外とそんなにね、国際線はなくて、人は空いています。で、今17時20分で、今回のフライトがね、1時55分発ということで、まだあと8時間とかあるんですよね。なので、もう制限エリアの中で待機という形になります。8時間あれば入国したいんだけど、中国入国するのいろいろとね、手続きいるんでめんどくさいんでね。で、上海とか深圳、アモイの時はですね、トランジットの場合であっても、一回入国しないといけなかったんですけども、この北京首都空港の場合はですね、24時間以内のフライトの場合、入国する必要はないみたいです。今回、関空で、マドリッドまでね、エアチャイナ使っていくんで、関空で、この北京からマドリッドまでの航空券ももらっているんですよね。なので、あちらにある、24時間以内乗り継ぎの、保安検査場ですね、そちらを通って、制限エリアの中に入ることができます。もしですね、24時間以上の乗り継ぎだったり、12時間とかの乗り継ぎでね、ちょっと中に入りたい、中国に1回入りたいという方は、今まで通り、僕は今まで何度もやってきましたけど、24時間から144時間以内のトランジットビザ、免除のやつですね、あれを使って入国することも一応可能です。はい、でその場合はですね、中国国際航空の公式サイトとかから予約すると、トランジットホテルとかを用意してくれたりもするので、そういったサービス興味ある方はね、使ってみてください。今回も僕も8時間の乗り継ぎですから、普通にホテルとかはなしで、このままラウンジの方に、ね、進もうと思います。エアチャイナスターライアンスに加盟していて、僕はステータス持ってるんで、エアチャイナのラウンジとかね、使うことできるんですよね。はい、結構広々していて快適だと思うんで、8時間ですね、ラウンジの方で過ごします。はい、というわけでとりあえず、あちらからですね、制限エリアの中に入ります。保安検査抜けて制限エリアの中に入りました。びっくりするぐらい人いないですね。それはね、フライトが全然ないから当たり前っちゃ当たり前なんだけども、なんかすごい箱だけ立派で中身スカスカって感じ。スカスカって店はちゃんとあるんだけども、フライトが少ないからね、なんか無駄に大きいの作っちゃいましたって感じがちょっとしますね。ケンタッキーやってます。で、こっちにはスターバックスもありますね。これ上がですね、エアチャイナのラウンジになるんですけども、ちょっとラウンジに行く前にブラッとしましょうか。はい、時計屋とかもいろいろあるんですけども、今の時間が午後5時半です。もうすでに店ほとんど開いてません。スターバックスとかはね、開いてたりするんですけども、おお、ちょっと中国を感じれますね、ここで。はい、こういった施設もあって、こんなん作れるわな、こんな煙台に広かったらねでも天井めっちゃ高いし、僕はこういう感じの空港好きです。逆にちょっとなんかすごい違和感を感じますね。こんなに天井高くて超広々してるのに人が全然いなくて、なんかガラガラって感じがね、ガラスキーですよ。はい、ということで行きましょうか。ブルガリとかもありますね。中国の空港でよく匂う独特な匂いっていうあるのがあるじゃないですか。あの匂いが全然しないですね、この空港。なので本当なんか中国にいるって感じが正直あんまりしません。はい、こんな感じ。もう見てもらったら分かる通り店ほとんど閉まってますね。今いるのがですね、第3ターミナルなんですね。今第1ターミナルは改装工事で閉鎖されてるみたいで、第2ターミナルがスカイチーム、海南航空グループが使っていて、で、この第3ターミナルっていうのがスターアライアンス、ワンワールドが使ってるみたいです。つまり ANA も JAL もね、どちらも第3ターミナルからの出発になります。イギリスの建築家がですね、デザインしたみたいですね。なんか竜をイメージさせるようなデザインにしてるみたいですけども、確かに言われてみればそんな感じはしますね。で、ゲートはね、E の53とかまであるんだけども、さっきから言ってますけども、フライトがね、そんなに多くないので、結構スカスカです。
なのでめちゃくちゃ快適に過ごせると思う。上海とかよりも全然こっちの方が快適ですね。乗り継ぎも超楽だし、うん、中国乗り継ぎを検討している方はぜひ上海よりもね北京をおすすめします。入国もしなくていいしね、24時間以内だったら最高です。向こうの方行ったとてね、お店ほとんど何もやってなさそうなんで、もうおとなしくエアチャイナのラウンジに行きましょうか。なんや、もっと賑わってんのかなと思ってたんで楽しみだったんですけども、ちょっと予想外ですね。これに関してはしつこいですけども、本当に違和感がすごい。こんなにでかいのに人が全然いない、店もほとんどやってないっていうのがね、多分これが、まあ、コロナ禍とかあんま関係なくもうデフォルトの状態なんだと思います。まあ、正直乗り継ぎ時間2時間ぐらいでちょうどいいかもしれないね。よし、ではエアチャイナのラウンジ行きましょうか。8時間過ごしますからね、結構な長いですよ。ヨーロッパ方面のフライトがね深夜出発なんですよ。でエアチャイナを使ってヨーロッパに行く最大のメリットは何かというと、フライト時間が短いということです。っていうのもロシアウクライナ問題でね、今ほとんどの航空会社がロシア上空飛べないんですけども、エアチャイナに関してはロシア上空飛べるんですよね。なので、まあ、ヨーロッパ行くのにあたって大体2時間ぐらい使用時間短くなります。中国系のエアライン使うとね、まあ、それが最大のメリットなんじゃないかな。なのでまあね、燃油の問題とかもいろいろあって他の航空会社よりも中国系エアラインが安かったりするんですよね。エアチャイナのラウンジです。このエアチャイナラウンジに関してはプライオリティパス使うことができるんですよね。なのでマスターアライアンスゴールドとかステータス持ってたり、ビジネスファースト乗る人はもちろん、エコノミー乗る場合で違う航空会社とかの利用の場合であってもプライオリティパス持ってるよっていう人はね使うことができます。ここはビジネスクラス用ラウンジかな。ビジネスクラスラウンジとファーストクラスラウンジ2つあるんですよね。あ、ファーストクラスラウンジの方がプライオリティパス使えたんだっけ。いや、どっちも、あ、ここも使えるわ。はい、ごめんなさい、なんか適当なこと言いました。というわけでラウンジの中に入りました。めちゃくちゃ広々していていいですね。吹き抜けになってるんで僕の好きなタイプのラウンジです。この前ね、ロイヤルヨルダン航空のラウンジも結構褒めたと思うんですけども、吹き抜けタイプのラウンジ僕は好きです。窓もあってもう夜ですけども外も見えますね。ラウンジ内こんな感じで人はちょくちょくいるけども、まあ、全然快適に過ごせます。お、ここはコーヒーバーみたいなところかな。結構おしゃれですね。いいじゃないですか。で、このビジネスクラスラウンジにはシャワールームとかもあるみたいです。まあ、今日深夜便なんでね、もちろんシャワーも、後で使いたいなというふうに思ってます。ワンワールドのラウンジはね、キャセイパシフィックのラウンジが用意されてるみたいですよ。はい、こんな感じです。あれからですね、だいぶ時間経ちまして、ただいまの時間午後9時半です。いろいろですね、作業とかメールのやり取りとかしていたらですね、もうこんな時間になりました。で、今回ね、搭乗が1時25分ということで、また4時間あるんですよね。で、今から深夜便がわーっと続くんで、今までこのラウンジガラガラだったんですけども、これからそれなりに混むと思うんですよね。なので、ちょっと早めですけども、晩ご飯ね、今から食べて、で、シャワーの方も浴びようと思います。今はですね、椅子がいっぱい並んでるエリアにいるんですけども、ちょうどここにね、建物あるじゃないですか。これの裏側にですね、ダイニングエリアっていうのがあるんですよね。で、そこでまあバイキング形式の食事、取ることができます。じゃあちょっと反対側の方行きましょうか。ここセルフサービスですね。コーヒーマシーンとか、あとはお菓子類がいろいろ置いてあります。落花生とかケーキとか、うん、中国の食べ物ばっかりです。あ、ヤクルトだ。結構美味しいよね。機内食で中国系のエアラインに乗るとヤクルトとか出たりしますよね。あんま見なくないですか、機内食でヤクルトって。で、あとはコーラとかスプライトとかがずらーっとあります。結構種類も多いですね。水もある。ペットボトルなの嬉しいですね。反対がこんな感じ。バナナ、リンゴといったフルーツも用意されています。で、ここにはアルコールはね、ビールだけ置いてありますね。で、反対側の方に行くと、バーカウンターがありまして、そこでスタッフの方に言うとね、ワインとか注文することできます。奥はダイニングエリアでこんな感じになっています。まあ、これだけを見るとですね、なんかオーダー式のレストランのような感じですけども、別にそういったわけではなくて、ただ単にね、食事食べる場所提供されてるだけです。まあ、さっきまでいた場所でね、食べてももちろんいいんですけども、まあ、どっちでもお好きなようにって感じですよね。こっちの方が空いてますわ。ここにですね、ミールの提供時間書いてるんですけども、ディナー夜9時まででした。
で、夜食がね、夜の10時から提供されるみたいですね。なので今ちょっと入れ替わりの時間でして、ほとんど食べ物ありません。さっき見たときはね、ポテトとか、麺とか、麺類系ですね、そういうのが用意されていまして、ここヌードルバーみたいになっててね、注文して、頼むこともできるようなエリアでしたが、今は何もありません。はい、天津だけは用意されてますね。まあ、天津は普通に用意してくれてるんで、まあ、天津だけ軽く食べようかな、まあ、10時まで待っても全然いいんですけどもね。はい、パンはこんな感じで用意されています。で、こっちもバナナ、リンゴといったフルーツに、あとはケーキかながあるといったような感じです。そんなに種類めちゃくちゃ多いってわけじゃないですけども、まあ十分だと思いますよ。まあ天津があるだけで、まあ、個人的には満足ですね。お、そんなこと言ってると、あそこに泊まってるの JAL じゃないですか。多分東京、羽田行きだと思います。まあ軽くね、取ってきました。まず天津ですね。チキンとマッシュルームの天津と、あと一個、なんだったっけ、ちょっと忘れました。はい、とりあえずの4つ取ってきました。美味しそうですよね。で、おかゆありました。まあ、中国系のエアラインってね、昔機内食でおかゆとか出てたんですけども、最近あんま聞かないですよね。うん、なかなか機内食でおかゆ出してくるのって珍しいと思うんですけど、僕はあのおかゆ普通に好きなんですよ。で、これ横ね、漬物ですけども、たくあんみたいなやつかな、取ってきました。で、あと機内ってね、さっきも提供されたんですけど、ビール、で、あとヌードルもいただきました。まあこんな感じで、なんかちょっとね、見た目はなんか微妙な感じはするんですけども、多分美味しいと思います。いただきます。まあ食事もいただいたんで、また座席の方に戻ってきました。さっきよりもちょっと混んできましたね。で、このラウンジね、コンセントはそんなに数多いわけじゃないけども、まあ4割か3割ぐらいの座席に1個ついてますね。はい。で、以前ですね、あの上海から ANA で羽田空港に帰った時に、上海のエアチャイナのラウンジ使ったんですけども、個人的にはあの空間の話でいくとこっちの北京の方が好きですけども、ラウンジの内容としては僕は上海の方が良かったのかなと思いますね。まあ、食事の内容とかもそうですけどもね。はい、そんな風に思うところです。よし、では、まあ、あとはですね、今10時なんですけども、まだね、3時間半ぐらいあるんですけどもね、まあ、この後、シャワー浴びて搭乗ゲートの方に行くという感じになります。今日は深夜便です。で、12時間のフライトなんで結構過酷ですよね。まあ、あの先々週乗ったウズベキスタン航空よりかは全然マシだと思いますけどね。こういったラウンジとかもちゃんと完備してるんで、まあ、改めてウズベキスタン航空過酷だったな。では、シャワーちょっと浴びに行きます。受付でシャワーどこって聞くと1階と言われました。1階があるんだね、エアチャイナのラウンジに。知らんかった。なんかエレベーターの中ちょっと変な匂いするんですけどね、あのトイレの匂いがします。1階に降りてきました。ここがね、シャワールームのエリアみたいですね。今ちょっとスタッフがいないんですけども、待っといてって言われました。はい、あ、来た。あ、違うかった。今フルらしいですけども、結構部屋数多いんですけども、なんか使えないところも結構多いみたいですね。ちょっととりあえず待ちましょうか。というわけでシャワールーム入りました。ちょうど目の前の部屋ね、日本人の家族の方が使ってるみたいです。はい、で、まあこんな感じでめちゃくちゃ広いですね。全然家族でもなんか一気に使えそうなぐらいの広さはあります。で、透等性ですね。安心安全透等性、シャワーキャップとかいろいろと用意されてますね。うん、アメニティは十分揃ってます。で、まあトイレもついてるって感じかな。はい、こんな感じでタオル類もちゃんと完備されています。で、全然いいんだけど、至る所にね、あのネズミ捕りホイホイが置いてあるんですよあれ見るとちょっとね、うわ、ネズミ出んのかよっていう風に思っちゃいますよね。うん、もう本当になんていうの、その3メートルに1個ぐらいの間隔でネズミ捕りホイホイが置いてあるんで、うわ、僕ネズミね苦手なんでね、ちょっとありますけども、ちょっと出ないことを祈ります。はい、さっとシャワー浴びます。シャワー浴びてね、さっぱりしてきました。搭乗開始までまだあと3時間ぐらいあるんでね、あとはもうラウンジでのんびりして過ごします。で、結構日本人の方もちらほら見かけますね。若い子が多い、あとは家族連れかな。で、みんなそれもそれって地球の歩き方持ってるんですよね。スペインとかオーストラリアとか、みんな大体ね、その本持ってると、あ、ここ行くんだなってのが分かるんですけども、地球の歩き方ってやっぱ需要あるんですね。僕地球の歩き方買ったことないんでね、分かんないんですけど、皆さんどうですかね。海外行くとき地球の歩き方とか見て勉強してから行きますか。
もしよかったらね、コメント欄で教えてください。あれからですね、友達と電話していましてですね、今もいい時間帯になってきました。1時10分過ぎ、搭乗開始が1時25分ということで、ラウンジを出まして、今からですね、ゲートの方に向かいます。本日のゲートは E の21番ゲートということで、多分そんな遠くないと思います。はい、ラウンジは10時、11時ぐらいが結構混んでましたけども、そこからどんどんまた人も減っていきね、もう今はガラガラでした。よし、長い長い12時間のフライトですけども、エコノミーで頑張ります。営業はしていないですけども、日本食のお店もありますね。フグとか鉄板焼きとか、トカチトンドンとかいろいろ書いてますわ。日式のお店、美味しそう。多分これやってないでしょうね、もうずっと休業状態だと思います。結局あの後ですね、まだ点心とかいろいろとつまみ食いをしまして、割とねお腹はいっぱいですね。もう普通に眠たいです。まあ、当たり前ですけども、今日深夜便で、で到着するのが、ね、現地時間朝7時なんですよ。なので、まあ、旅行者にとっては結構使いやすい、まあ、仕事に、ね、行く方にとっても使いやすいんじゃないですか。深夜に出発して時差が結構あるんで、12時間のフライトではあるんですけども、到着は朝です。結構ベンチとかもいろいろあって、いろんなところで寝てる人がいらっしゃいますね。あ、奥がですね、エアチャイナのファーストクラスラウンジになります。で、ファーストクラスラウンジも確かプライオリティパス使えたはずです。はい、なので、まあ、どちらか好きな方行けばいいと思いますよ。はい。あ、ここもいいですね、中国っぽい。こっちのファーストクラスラウンジの方が混んでそうですね。やっぱファーストクラスラウンジね、プライオリティパス使えますわ。スターアライアンスゴールドはこっち入れないですからね。謎ですよね。プライオリティパス持ってる人の方が優遇されてる状態じゃない、状態ですよ。お、コスタコーヒーがあります。ラウンジ入れる人はね、まあ、食べ物とか困らないと思うけど、ちょっとラウンジ入れない人はレストランとかも結構少ないんで、営業しているね、困るかもしれませんね。ゲート前に来ました。25分って言ってたのに、もう普通に搭乗始まってますし、時間は結構あれですね。まあ、早く始まってくれるには越したことないんだけども。はい、ということで、優先搭乗もとっくに終わってますね。今回は CA907 便でスペインのマドリッドに向かいます。搭乗開始です。本日の飛行機がこちらになります。ボーイング787のダッシュ9ですね。エアチャイナは787-9、そんなに数多く持ってなかったはず。15機とか、多分14機とか、それぐらいなんじゃないかな。まあ、最近のね、エアチャイナの主力の新しい機材 A350 なんですけども、まあ、その一世代前って感じになるかな。ビジネス、プレーコ、エコノミーの3クラス、今回ビジネスクラスではなくてエコノミーですね。で、マドリッドまで向かいます。本日ですけども、ほぼ満席ですね。3席独占は叶いません。まあ、3人掛けの真ん中にね、空席があればラッキーって感じかな。よろしく787。エアチャイナの787、日本には就航してないからね、結構乗る難易度高いんじゃないかな。というわけで機内入りました。本日エコノミークラスですね。333のシート配置になります。プレエコは多分開放されてないですね。販売されてるのはエコノミーとビジネスだけなんじゃないかな。そんな感じがします。で、今回40列目の A 窓側取ってます。真ん中は多分空席だけども、通路側はね、もうすでに人いらっしゃいますね。で、大阪の関空から北京まで来た時の機材と比べて787なんで非常に新しくて綺麗です。モニターもね、十分大きいですね。はい、まあ、こんな感じ。まあ、シートピッチは、81センチなんで、ピッチ自体はね、関空から来た時と全く変わらないはずです。全然足も組めるし、めっちゃ広いって感じではね、もちろんないですけども、快適に過ごせると思います。隣が空席だったらね。足元にはマルチタイプのコンセントっていうのもついてます。
で、座席の上にはですね、いろいろ用意されてるんですけども、まずこれ腰当て、結構デカめで、これスリッパはあのシャワールーム使った時にね、スリッパあったんでもらってきました。で、あとはブランケットかなぐらいです。それ以外は特に何もありません。で、はい、安全のしおりですが、787のダッシュ9ですね、エアチャイナになります。12時間か、久々だな。モニターはね、まだ触れないですね。で、意外と日本人の方やっぱ乗ってますわ。まあほとんどが中国の方だと思うんですけども、日本人の搭乗もちらほら確認できます。さっきまで乗ってた機材がですね、かなり古かったんで、あれと比べるとなんかだいぶ進化してるなって感じはしますね。テーブルはこんな感じですね。まあ、エコノミーなんで特に言うことはないです。まあ、今日は多分隣がね、もうさっきから言ってますけども空席なんで、まあ、体を斜めにして、まあ、足を組んでね寝る形になると思います。ほぼほぼね、搭乗は完了したと思います。エコノミークラス9割以上埋まってますね。で、今回40列目なんですけども、かなりエコノミーとしては前の方です。プレミアムエコノミーのシートのところは誰も座ってないです。さっきも言いましたけども、多分プレエコはね発売されてないはずです。で、前方がビジネスですね。787のビジネスは2プラス2プラス2のシートで、もちろんね、フルフラットにはなるタイプのシートです。エアバス A350 とかになるとビジネスね、半個室タイプの121の配列のビジネスですね。1時55分プッシュバック開始しました。定刻通りでの出発ですね。Please stow your luggage in the compartment or under the seat in front of you. Please do not block the exit or cabin aisle with your belongings. Do not hold the emergency exit handle arbitrarily. 飞机起飞和下降前，请防止座椅靠背，收起小桌板、脚踏板，打开遮光板，并系好安全带。In accordance with the Public Security Administration Punishments Law of the People's Republic of China and the Regulations of the People's Republic of China on Safety and Security of Civil Aviation. 普通にちょっとうたた寝してましたけども、ようやく滑走路に入りました。北京を離陸してスペイン・マドリッドに向かいます。今日エンジンのすぐ横、翼の横ですね。
北京を離陸したんですけども、モニターねまだロックかかってて使うことができません。マドリッドまでは10時間51分ですね。だいぶ眠たいです。やっぱりねロシアの上空を飛ぶことができるんでかなり近いですね。これもしロシア飛べなかったら13時間とかかかりますからね。ですね、モニター使えるようになりました。中国語と英語とフランス語に、ね、対応しています。こちらがエンターテインメントですね。まあ、映画の種類は結構ありますよ。中国の映画、ハリウッドで、これ世界の映画ですね、グローバルムービーズ。サービス始まってます。すごいぬるぬる動くんで使いやすいですね。お、2D なの。離陸してからね30分ぐらい経過しています。ウランバートル、モンゴルとかの上を、ね、通過していきますね。このルートで飛ぶの久しぶりだ。深夜便なんですけども、離陸してすぐにサービスがあります。ドリンクサービスですね。アルコールとかももちろん注文できるんですが、シンプルにモリンゴジュースにしました。これだけかな、多分1回目のサービスは。逆にこれで十分です。いきなり機内食とか来られる方がね、きついですよね。ドリンクサービスだけで終わりかと思ったらですね、そんなことなかったです。深夜の機内食始まりました。マジか。はい、ということでチキンかシーフードヌードルだったんで、ちょっと今回ね、シーフードヌードルの方をね、オーダーしました。おー、結構重そうだな。エビとか入ってて美味しそうではあるんですけども、きつそうですね。まあでもせっかくいただいたんで食べます。でサラダとあとデザートから、なんかサラダはすごいパサパサそうで微妙そうですね、申し訳ないが。でドリンクはね、もうお酒はやめておきます。スプライトにしました。あとはパンですね、バターもついてます。今もう中国の時間で3時です。夜中の3時にこれはなかなかきつくないですか。フルキャリアの維持として機内食はやっぱ提供されるんですね。まあ、あの拒否してる、拒否というかもういらないと言ってね、寝てる人もいらっしゃいますけども、9割以上の人は機内食みんなもりもり食べてますわ。はい、ということでいただきます。おはようございます。
北京を出発してどれぐらい経ったんだろう、7時間8時間ぐらい経ったと思います。残り3時間と30分じゃないわ、2時間53分ですね。ロシアの上空を飛んでもうすでにヨーロッパに入ってます。6時間7時間ぐらい爆睡しましたね。いやめちゃくちゃ寝れました。機械の照明もつきまして、目覚めのドリンクサービスですね、ホットコーヒーをいただきました。本日エコノミーなんだけども、まあ、隣がねやっぱ空席だったということで、体を斜めにしたりしながら寝てたんで結構快適にね寝れましたね。なんやかんやいいっす。あと昨日ずっと起きてたんで普通に眠たかったからね爆睡できたっていうのもあります。朝食が提供されました。シーフードかチキンだったんでちょっと今回ねシーフードの方また選択しました。見た目はこんな感じなんですがどうですか、美味しそうに見えますかね。でこちらねエビとかイカとかまあいろいろ入ってて、これ普通に美味しかったですね。ちょっとカレー風味でピリッとした感じでしたけども美味しくいただけました。でこれね左上のサラダね微妙でしたね、正直美味しくなかった、でこれもフルーツはメロンだったんで普通に美味しかったですよ。でパンはねかなり冷たい状態で提供されるんで、なんかもう少しあったかかったらいいのになとは思いました。めちゃくちゃ冷たいパンです。でドリンクはねリンゴジュースにしています。まあ機内食こんな感じで、まあかもなく不可もなく、あの全然美味しくないってことはないです。メインに関してはもう美味しかったんで、まあ、個人的にはまあまあ満足かなって感じですね。サラダはね1回目もそうでしたけど残念でしたね。朝食のサービスが終わった後ですね、さらに電気が消えまして今ちょっとね寝てました。もうあと大体1時間半ぐらいでスペインのマドリッドに到着ですね。エアチャイナ結構早めにねシートベルトサインつけるんで、まあもうそろそろね降りる準備もしないといけないですね。もうあと大体ね37分でマドリッドに到着します。もう今ねシートベルトサインも点灯いたしまして着陸態勢の方に入っています。まあ、今年ねヨーロッパも、まあ、何度も行きましたけどもいろんな行き方しましたね。上海からスカンジナビア航空でコペンハーゲンとか、またアジアから直行で行ったと行くと、まあ、日本から東京羽田空港から ANA 使ってねフランクフルト経由でウィーンとか、あとは大阪の関西空港からエールフランス使ってパリとか、まあ、いろいろ行きましたけども、まあ、どれもね基本的にはロシア迂回ルートで飛んでいたんですよね。今回エアチャイナに関してはねロシアの上をぶった切るような感じでフライトだったんで、まあ、使用時間はやっぱ短く感じますよね。2時間の差っていうのは結構大きいなと思います。まあロシアウクライナのこの状態がねこんなに長引くとは最初は思ってなかったんですけども、まだね収束する傾向にはないですし、もうしばらくねヨーロッパっていうのは遠い存在になるのかな。なのでちょっとでもねフライト時間を短くって方はぜひあのエアチャイナおすすめですね。でしかもあのエアチャイナ航空券めちゃくちゃ安いんですよ。今回ね大阪の関空から北京経由 スペインのマドリッドまで片道7万円でした。しかも前日に発券して7万円です。もっと早くから発券するとね往復で多分7万8万とかで行けたりすると思うので、あのヨーロッパにちょっとでも安くっていう方はねぜひあのエアチャイナをはじめとした中国系のエアラインですね、中国東方航空とか中国南方航空、アモイ航空、こういったところのね利用をおすすめします。ただあの乗り継ぎに関してはね今中国ビザが、とかいろいろややこしいね手続きとかもあったりするんですけども、北京だったらね他の国際空港と何ら変わりないので、あの北京乗り継ぎをね個人的にはおすすめしたいですね。
着陸するんですけども、まだ真っ暗ですね。朝6時半です。というわけでスポットに到着しました。よし、降機します。というわけで飛行機降機しました。飛行機の写真撮りたかったんですけどもね、撮れなかったですね。はい、見えなかったです。ということで第一ターミナルに到着。第二ターミナルもあるみたいですが、久しぶりに来ましたね、マドリッド。はい、ということでようこそとね、日本語でも書かれています。ではこのまま、まあ、スペインは EU 圏内ですからね、 EU に入国するという形になります。まあ、イギリスとかはね、持続化ゲート日本人に使えるんであっという間なんですけども、スペインってどうだったっけ、使えなさそうだ。まあいいや、とりあえず行きましょう。 EU に入国完了しました。今の時間帯エアチャイナしかフライトなかったということで、結構スムーズに入れましたね。10分ぐらい並んだぐらいかな。僕は一番最後の方に行ったんでちょっと待ちましたけどもね。でこのマドリッドにはですね、日本からの直行便っていうのはねありません。 JAL ANA も就航していないし、スペインの航空会社イベリア航空とかもね、今のところ日本への直行というのは飛ばしてないです。来年からですね、日本直行便が成田かな、再開するみたいなんですけども、まあ、そうなるとマドリッドですよね、あれ再開するの。マドリッドまで、ね、日本からダイレクトにアクセスできるようになります。はい、ということで本日12時間ぐらいのフライトでしたけども、まあ、機内ではほとんど寝てたんでね、もう割とあっという間に感じました。まあ、実際ね、ロシアの上空飛んでるということで、他のエアラインとかを使うよりかはね、時短にもなってますし、まあ、そういった意味でも本当にエアチャイナっていうのは結構おすすめかな。エアチャイナね、正直、コロナ前までのイメージっていうのは悪かったと思うんですよ。機内食でお粥が出たりとか、なんかもう機内は自由席状態になってみんな席移動し放題とか、なんかそんな感じの話をいろいろ聞いてたんですけども、もうコロナ明けでね、多分 CA さんのレベルとかってのもめっちゃ上がったと思うし、機内食とかのレベルも結構上がったと思うんですよね。はい、なので中国エアラインも割とおすすめできます。単純に料金安いだけのエアラインですね。うん、北京も上海もどっちもラウンジねしっかりとしていて快適ですし、空港も上海も北京もめちゃくちゃでかいしね、綺麗な空港ですし使いやすいですよ。まあ、このね、マドリッド空港とか見てもらったら分かる通り、結構ヨーロッパ空港あるあるですけども質素なんですよね。うん、なんかアジアとかやっぱ中東の空港とかをしょっちゅう使ってるとね、ヨーロッパの空港来るとなんか簡素な作りやなっていう風に思ってしまいますよね。まあ、別にこれでも問題ないからね、全然いいんですけども。外出ましたけども、現在気温がマイナス1度ということで結構寒いですね。はい、排水機も白くなります。てなわけでですね、本日から、まあ、スペインで2日ぐらいちょっと滞在しようかなと思ってて、まだ次どこ行くかとかっていうのは正直決めてないんですよね。で今27日、年越しはまた違う国で年越したいなと思ってるんで、はい、ちょっとまたその辺も考えて動いていこうかなというふうに思います。行きはねエアチャイナで来ましたけども、帰りは違う航空会社、もうアライアンスも多分変わると思いますけどね。もしかしたらサーラで帰るかもしれないし、ワンワで帰るかもしれない、スカイチームで帰るかもしれない、 LCC で帰るかもしれない、どれかちょっとまだ未定なんですけども、まあまた何やかの方法でね日本に帰っていこうと思います。はい、てなわけで、今回はですね、エアチャイナ、北京からマドリードまでの動画でした。まあ、大阪からね、片道7万で来れて、非常に満足しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。